芥川龍之介アグニの神 1. シナのの神上海のある町です。昼でも薄暗いある家の2階に人相の悪いインド人のばあさんが1人商人らしい1人のアメリカ人と何かしきりに話し合っていました。 実は今度もおばあさんに占いを頼みに来たのだがねアメリカ人はそう言いながら新しいタバコへ火をつけました占いですか占いは当分見ないことにしましたよあざけるようにじろりと相手の顔を見ましたこの頃はせっかく見てあげても。 お礼さえろくにしない人が多くなってきましたからねそれはもちろんお礼をするよアメリカ人は惜しげもなく300ドルの小切手を1枚ばあさんの前へ投げてやりましたさしあたりこれだけ取っておくさもしおばあさんの占いが当たればその時は別にお礼をするからばあさんは300ドルの小切手を見ると 急に愛想が良くなりました。こんなにたくさんいただいてはかえっておきの毒ですね。そして一体またあなたは何を占ってくれとおしゃるんです。私が見てもらいたいのは？アメリカ人はタバコをくわえたなり、狡猾そうな微笑を浮かべました。一体。 日米戦争はいつあるかということなんだそれさえちゃんと分かっていれば我々商人はたちまちのうちに大金儲けができるからねじゃあ明日いらっしゃいそれまでに占っておいてあげますからそうかじゃあ間違いのないようにインド人のばあさんは 得意そうに胸を反らせました私の占いは50年来一度も外れたことはないのですよ。何しろ私のはアグニの神がご自身お告げをなさるのですからね。アメリカ人が帰ってしまうとばあさんは次の間の戸口へ行って「エーレンエーレン 呼び立てましたその声に応じて出てきたのは美しいシナ人の女の子ですが何か苦労でもあるのかこの女の子の下ぶくれのほうはまるでろうのような色をしていました何をグズグズしているんだい本当にお前くらいずうずうしい女はありやしないよ と、また台所で居眠りか何かしていたんだろうエレンはいくら叱られてもじっとうつむいたまま黙っていましたよくお聞きよ今夜は久しぶりにアグニの神へお伺いを立てるんだからねそのつもりでいるんだよ女の子は真っ黒なばあさんの顔へ なししそうな目をあげました。今夜ですか「今夜の12時」「いいかえ忘れちゃいけないよ」インド人のばあさんは脅すように指を上げました「またお前がこの間のように私に世話ばかりやかせると」 今度こそお前の命はないよ。お前なんぞ殺そうと思えばひよっこの首を締めるより。こう言いかけたばあさんは急に顔をしかめました。ふと相手に気がついてみると、エレンはいつか窓際に行ってちょうど開いていたガラス窓から寂しい往来を眺めているのです。 何を見てるんだい？エレンはいよいよ色を失って、もう1度婆さんの顔を見上げました。よしよし！そう、私を馬鹿にするんなら。まだお前は痛い目に遭い足りないんだろう。婆さんは目を怒らせながら。そこにあったほうきを振り上げました。

それがどう思ったのか2階の窓から顔を出したシナ人の女の子を一目見るとしばらくはあっけにとられたようにぼんやり立ちすくんでしまいましたそこへまた通りかかったのは年を取ったシナ人の人力車夫ですおいあの二階に誰が住んでいるかお前は知っていないかね日本人は、 シナ人は家事棒を握ったまま高い2階を見上げましたがあそこですか。あそこには何とかいうインド人のおばあさんが住んでいますと気味悪そうに返事をするとそうそう行きそうにするのですまあ待ってくれそしてそのおばあさんは 何を商売にしているんだ占い者です。がこの近所の噂じゃ何でも魔法さえ使うそうですまあ命が大事だったらあのおばあさんのところなぞえは行かない方がいいようですよシナ人のシャフが言ってしまったから日本人は腕を組んで何か考えているようでしたがやがて決心でもついたのか さっさとその家の中へ入っていきました。すると突然聞こえてきたのは、バーさんの罵る声に混じったシナ人の女の子の泣き声です。日本人はその声を聞くが早いか、ひとまたに二三段ずつ薄暗いはしごを駆け上がりました。そしてバーさんの部屋のドアを力いっぱい叩たたき出しました。 とはすぐに開きました。が日本人が中へ入ってみるとそこにはインド人のばあさんがたった一人立っているばかりもうシナ人の女の子は次の前でも隠れたのか影も形も見当たりません何かご用ですばあさんはさも疑わしそうにじろじろ相手の顔を見ました。 お日本人は腕を組んだままばあさんの顔をにらみ返しましたそうですじゃあ私のような座は聞かなくても分かっているじゃないか私も一つお前さんの占いを見てもらいにやってきたんだ何を見てあげるんですえばあさんはますます疑わしそうに 日本人の様子を伺っていました私の主人のお嬢さんが去年の春行方知れずになったそれを一つ見てもらいたいんだが日本人は一句一句力を入れて言うのです私の主人は香港の日本領事だお嬢さんの名は妙子さんとおっしゃる はどうだねそのお嬢さんはどこにいらっしゃる遠藤はこう言いながら上着の隠しに手を入れると1丁のピストルを引き出しましたこの近所にいらっしゃりはしないか香港の警察署の調べたところじゃお嬢さんをさらったのはインド人らしいということだったが隠しだてをすると ためにならんぞ。しかし、インド人の婆さんは少しも怖がる景色が見えません。見えないどころか？唇にはかえって人を馬鹿にしたような微笑さえ浮かべているのです。お前さんは何を言うんだい？私はそんなお嬢さん。なんぞは顔を見たこともありゃしないよ。嘘をつけ。 今その窓から外を見ていたのは確かにお嬢さんの妙子さんだ遠藤は片手にピストルを握ったまま片手に次の間の戸口を指さしましたそれでもまだ強情を張るんならあそこにいるシナンを連れてこいあれは私のもらいごだよばあさんはやはりやざけるように ニヤニヤ1にやにや一人笑っているのです。もらいんごかもらいんごでないか一目見りゃわかることだ。貴様が連れてこなければ俺があそこへ行ってみる。遠藤が次の前へ踏みこもうとすると。とっさにインド人のばあさんはその戸口に立ちふさがりました。ここは私の家だよ。見ず知らずのお前さんなんぞに。 奥へいられてたまるものか。どけどかけないと打ち殺すぞ遠藤はピストルを上げましたいや上げようとしたのですがその拍子にばあさんがカラスの鳴くような声を立てたかと思うとまるで電気に打たれたようにピストルは手から落ちてしまいましたこれには、 勇み立つ遠藤もさすがに肝をひしがれたのでしょうちょいとの間は不思議そうにあたりを見回していましたがたちまちまた勇気を取り直すと「魔法使いめ!」とののしりながら虎のようにばあさんへ飛びかかりましたがばあさんもさるものですひらりと身をかわすが早いかそこにあったほうきを取って またつかみかかろうとする遠藤の顔へ床の上のゴミを吐きかけました。するとそのゴミが皆火花になって目と言わず口と言わずバラバラと遠藤の顔へ焼き付くのです。遠藤はとうとうたまりかねて火花のつむじ風に追われながら転げるように外へ逃げ出しました。 その夜の12時に近い時分遠藤は一人ばあさんの家の前に佇たずみながら2階のガラス窓に映るほかげを悔しそうに見つめていましたせっかくお嬢さんの在りかを突き止めながら取り戻すことができないのは残念だないっそ警察へ訴えようかいやいや信ナの警察が手ぬるいことは 万一今度も逃げられたらまた探すのが一苦労だと言ってあの魔法使いにはピストルさえ役に立たないし遠藤がそんなことを考えていると突然高い2階の窓からひらひら落ちてきた紙切れがありますおや もしやお嬢さんの手紙じゃないかこうつぶやいた遠藤はその紙切れを拾い上げながらそっと隠した懐中電灯を出してまん丸まな光に照らしてみましたすると果たして紙切れの上には妙子が書いたのに違いない消えそうな鉛筆の跡があります遠藤さんこののうちのおばあさんは、 恐ろしい魔法使いです。時々真夜中に私の体へアグニというインドの神を乗り移らせます。私はその神が乗り移っている間じゅう死んだようになっているのですですからどんなことが起こるか知りませんが何でもおばあさんの話ではアグニの神が私の口を借りていろいろ予言をするのだそうです んも12時にはおばあさんがままたアグニの神をのりうつらせます。いつもだと私は知らず知らず気が遠くなってしまうのですが今夜はそうはならないうちにわざと魔法にかかったまねをしますそうして私をお父様のところへ返さないとアグニの神がおばあさんの命を取ると言ってやります おばあさんは何よりもアグリの神が怖いのですからそれを聞けばきっと私を返すだろうと思いますどうか明日の朝もう一度おばあさんのところへ来てくださいこの計略のほかにはおばあさんの手から逃げ出す道はありませんさようなら遠藤は手紙を読み終えると 懐中時計を出してみました。時計は12時5分前です。もうそろそろ時刻になるな。相手はあんな魔法使いだし、お嬢さんはまだ子供だからよほど運が良くないと。遠藤の言葉が終わらないうちに。もう魔法が始まるのでしょう。今まで明るかった2階の窓は急に真っ暗になってしまいました。 と同時に不思議な香の匂いが町の敷石にしみるほどどこからか静かに漂ってきました4その時あのインド人のばあさんはランプを消した2階の部屋の机に魔法の書物を広げながら ししきりに呪文を唱えていました書物は航炉の火の光に暗い中でも文字だけはぼんやり浮き上がらせているのですばあさんの前には心配そうなエレンがいや品服を着せられた妙子がじっと椅子に座っていましたさっき窓から落とした手紙は無事に遠藤さんの手へ入ったであろうか あの時往来にいた人影は確かに遠藤さんだと思ったがもしや人違いではなかったであろうかそう思うと妙子はいても立ってもいられないような気がしてきますしかし今うっかりそんな煙がばあさんの目にでも止まったが最後この恐ろしい魔法使いの家から逃げ出そうという計略はすぐに見破られてしまうでしょうですから妙子は 一生懸命に震える両手を組み合わせながらかねてたくんでおいたとおりアグニの神が乗り移ったように見せかける時の近づくのを今か今かと待っていましたばあさんは呪文を唱えてしまうと今度は妙子を巡りながらいろいろな手ぶりをし始めましたある時は前へ立ったまま両手を左右に上げてみたり またあときは後ろへ来てまるで目隠しでもするようにそっと妙子の額の上へ手をかざしたりするのですもしこのとき部屋の外から誰かばあさんの様子を見ていたとすればそれはきっと大きなコウモリか何かが青白い高炉の火の光の中に飛び回ってでもいるように見えたでしょうそのうちに妙子はいつものように だだんだん眠気が気ざしてきましたがここで眠ってしまってはせっかくの計略にかけることもできなくなってしまう道理ですそしてこれができなければもちろん二度とお父さんのところへも帰れなくなるに違いありません日本の神々様どうか私が眠らないようにお守りなすってくださいまし。 そのかわり私はもう一度たとえ一目でもお父さんのお顔を見ることができたならすぐに死んでもよろしいございます。日本の神々様どうかおばあさんをだませるようにお力をお貸しくださいまし。妙子は何度も心の中に熱心に祈りを続けました。しかし。 眠気はおいおいと強くなってくるばかりですと同時に妙子の耳にはちょうどドラでも鳴らすような得体の知れない音楽の声がかすかに伝わり始めましたこれはいつでもアグニの神が空から降りてくるときにきっと聞こえる声なのですもうこうなってはいくら我慢しても眠らずにいることはできません現に、 目の前の航路の日やインド人の婆さんの姿でさえ。気味の悪い夢が薄れるように。みるみる消え失せてしまうのです。アグリの神。アグリの神。どうか。私の申すことを。お聞き入れくださいま。まじ。やがて。あの魔法使いが。 床の上にひれ伏したまましわがれた声を上げたときには妙子は椅子に座りながらほとんど生死も知らないようにいつかもうぐっすり寝入っていました妙子はもちろんばあさんもこの魔法を使うところは 誰の目にも触れないと思っていたのに違いありません。しかし実際は部屋の外にもう一人扉の鍵穴から覗いている男があったのです。それはいったい誰でしょうか。言うまでもなく所長の遠藤です。遠藤は太子の手紙を見てから一時は往来に至ったなり夜明けを待とうかと思いました。が。 お嬢さんの身の上を思うと、どうしてもじっとしてはいられません。そこでとうとう盗人のように、そっと家の中へ忍び込むと。早速この二階の戸口へ来て。さっきから隙見をしていたのです。しかし、月見をすると言っても何しろ鍵穴を覗くのですから。青白い航路の火の光を浴びた死人のような妙子の顔がやっと正面に見えるだけです。 そのほかは机も魔法の書物も床にひれ伏したばあさんの姿もまるで遠藤の目には入りませんしかししわがれたばあさんの声は手に取るようにはっきり聞こえました「アグニの神アグニの神どうか私の申すことを」。 お聞き入れくださいまじばあさんがこう言ったかと思うと息もしないように座っていた妙子はやはり目をつぶったまま突然口を聞き始めましたしかもその声がどうしても妙子のような少女とは思われない荒々しい男の声なのですいや 俺はお前の願い謎は聞かないお前は俺の言いつけに背いていつも悪事ばかり働いてきた俺はもう今夜限りお前を見捨てようと思っているいやその上に悪事の罰を下してやろうと思っているばあさんはあっけにとられたのでしょう しばらくは何とも答えずにあえぐような声ばかり立てていましたが妙子はばあさんに頓着せず厳かに話し続けるのですお前は哀れな父親の手からこの女の子を盗んできたもし命が惜しかったら明日とも言わず今夜のうちに。 早速この女の子を返すがいい遠藤は鍵穴に目を当てたままばあさんの答えを待っていましたするとばあさんは驚きでもするかと思いのほか肉くしい笑い声を漏らしながら急に妙子の前へ突っ立ちました人をバカにするのもいいかげんに用心 お前は私を何だと思っているのだい。私はまだお前にだまされるほど盲糧はしていないつもりだよ。さっそくお前を父親へ返せ。警察のお役人じゃあるまいし、アグニの神がそんなことをおいつけになってたまるものか。ばあさんはどこから取り出したか。 目をつぶったタエコの顔の先へ一丁のナイフを突きつけました。さあ、正直に白状しい。お前はもったいなくも、アグニの神の怖い色を使っているのだろう。さっきから様子を伺っていても、タエコが実際眠っていることはもちろん遠藤にはわかりません。 ですから遠藤はこれを見るとさては計略が露見したかと思わず胸を躍らせましたが妙子は相変わらずまぶた一つ動かさずあざ笑うように答えるのです「お前も死に時が近づいたな俺の声がお前には人間の声に聞こえるのか」 俺の声は低くとも天井に燃える炎の声だ。それがお前にはわからないのかわからなければ勝手にするがいい。俺はただお前に尋ねるのだ。すぐにこの女の子を送り返すかそれとも 俺の言いつけに背くか？ばあさんはちょっとためらったようです。がたちまち勇気を取り直すと片手にナイフを振りながら片手に妙子の頭髪を掴んでずるずる手元へ引き寄せました。こんの甘め。まだ工場を歩きだな。よしよし、それなら約束通り。 人思いに命を取ってやるぞばあさんはナイフを振り上げましたもう1分間遅れても妙子の命はなくなります遠藤はとっさに身を起こすと錠のかかった入り口の戸を無理無帯に開けようとしましたがとは容易に破れませんいいくら押しても叩いてもも、 手の皮がすりむけるばかりです。六そのうちに部屋の中からは、誰かのわっと叫ぶ声が突然暗闇に響きました。それから人が床の上へ倒れる音も聞こえたようです。遠藤はほとんどきちがいのように太鼓の名前を呼びながら、全身の力を肩に集めて、 何度も入り口の戸へぶつかりました。板の裂ける音。上の羽根飛ぶ音。とはとうとう破れました。しかし、肝心の部屋の中はまだ航路に青白い火がメラメラ燃えているばかり、人気のないようにしんとしています。遠藤はその光を頼りにオズオズたりを見回しました。 するとすぐに目についたのはやはりじっと椅子にかけた死人のような妙子ですそれがなぜか遠藤には頭に合コウでもかかっているように厳かな感じを起こさせましたお嬢さんお嬢さん遠藤は椅子のそばへ行くと妙子の耳元へ口をつけて一生懸命に叫び立てましたが妙子は目をつぶったなり なんとも口をききません。お嬢さんしっかりおしなさい。遠藤です。妙子はやっと夢が覚めたようにかすかな。目を開きました。遠藤さん。そうです。遠藤です。もう大丈夫ですからご安心なさい。さあ、早く逃げましょう。妙子はまだ夢うつつのように弱々しい声を出しました。 計略はダメだったわ。つい私が眠ってしまったものだから。堪忍してちょうだいよ。計略が露見したのはあなたのせいじゃありませんよ。あなたは私と約束した通り、アグニの神のかかった真似をやりようさたじゃありませんか？そんなことはどうでもいいことです。さあ、早くお逃げなさい。遠藤はもどかしそうに椅子から妙子を抱き起こしました。 あら嘘、私は眠ってしまったのですものどんなことを言ったか知りはしないわ妙子は遠藤の胸にもたれながらつぶやくようにこう言いました計略はダメだったわとても私は逃げられなくてよそんなことがあるものですか私と一緒にいらっしゃい今度しくじったら大変です だっておばあさんがいるでしょおばあさん遠藤はもう一度部屋の中を見回しました机の上にはさっきの通り魔法の書物が開いてあるその下へ仰向きに倒れているのはあのインド人のばあさんですばあさんは意外にも自分の胸へ自分のナイフを突き立てたまま 血だまりの中に死んでいました。おばあさんはどうして？死んでいます。タエコは遠藤を見上げながら美しい眉をひそめました。私、ちっとも知らなかったわ。おばあさんは遠藤さんがあなたが殺してしまったの？遠藤はばあさんの死骸からタエコの顔へ目をやりました。 今夜の計画が失敗したことがしかしそのためにばあさんも死ねば妙子も無事に取り返せたことが運命の力の不思議なことがやっと遠藤にも分かったのはこの瞬間だったのです私が殺したのじゃあ,りませんあのばあさんを殺したのは今夜ここへ来たアグニの神です 遠藤は妙子を抱えたまま厳かにこうをささやきました。